熊野学校は日本の子供向け絵本シリーズ。作者は愛原博之と足立奈美。ブロンズ新社から出版されている。レーベルはバンダイキャラクター研究所の企画による絵本レーベルピクトブック。バンダイキャラクター研究所が開発したオリジナルキャラクター第1号である。2002年8月10日に第1作。 熊の学校を発行した。以降シリーズ化され、2019年9月時点でシリーズ累計発行部数は222万部を突破している。ピクト・ブックの第一弾は若い女性をターゲットにしたブルーダーとラッケとフライデーズであったが、絵本としては売れたもののバンダイとしては失敗に終わった。しかし、本来のターゲットであった若い女性以外に、 30代の母親からも指示されていたことが判明した。そこで続巻として30代の母親をメインターゲットに熊の学校を発行したところ大ヒットとなった。山の上の学校の寄宿舎で暮らす12匹の熊の子たちの何でもないけれどあったかい1日のお話。末っ子のジャッキーを中心に色々な物語が展開される。ジャッキーは女の子であるが、 他の11匹はすべて男の子である。他にも、ジャッキーの妹のような存在のルルと、ロロやジャッキーのボーイフレンド、白熊のデイビットや、小鳥のチッチとピッピ、牛のマオマオ、その子供の子牛のミルクなど、いろんなキャラクターがいる。キャラクター商品は、現在3000アイテムを超え、売り場も拡大している。ジャッキーの誕生日は6月24日、本名は、 ジャクリーヌ・フランソワである。2007年からは料理教室 ABC クッキングスタジオとコラボレーションしたジャッキーズ・キッチンという料理教室が展開され、2008年夏には5000人規模の子供たちが参加するイベントとなった。また、JAL では国内線にこのシリーズの絵本を標準搭載し、キッズマイレージカードの絵柄のキャラクターとしても使用している。 2009年1月に開催された松屋銀座店での熊野学校絵本原画展は6日間で3万人、日曜日1日で1万人が訪れた。2010年12月には、東方形で劇場版熊野学校ジャッキーとケイティが公開された。2019年7月7日より、阪急電鉄にて、ラッピング電車、絵本トレイン、ジャッキー号が運行されている。 2010年12月18日に公開。2017年8月25日に公開。上述のジャッキーの妹を原作としたテレビアニメ、頑張れ。ルルロロ第2位ツインベアーズが NHK 教育テレビジョンの E テレキッズ枠にあるミニアニメにて放送されている。各は5分。全26話。なお、これとは別に2014年春から。 テレビ朝日系列の CS 局、ディズニー・ジュニアで、ショートアニメとして放送され始めた。最初は、突発的に放送される扱いであり、その際の放送開始の日時は不明だが、2014年5月1日から、毎日午前9時54分10時の定時放送に変更された。第2期が2014年9月25日から2015年3月まで、E テレにて放送された。 全26話。2016年1月より、第3期の放送が開始された。全員10話予定。なお、マギーは、ルルとロロのことをそれぞれ、ルルーラ、ロールロールと呼ぶことがあるが、これはマギーが勝手につけた、レディらしい名前というだけで、二人の本名は、ルルとロロである。上述の、ジャッキーの宝物を原作としたミュージカル。 熊の学校チャリティミュージカルジャッキーあなたの宝物は何ですかが毎年8月に行われる。大人になってもおばあちゃんになってもずっとずっとジャッキーとお兄ちゃんたちが紡ぐ家族の物語。本当の宝物とは熊の学校ジャッキーと KT に関するカテゴリー熊の学校パティシエジャッキーとお日様のスイーツに関するカテゴリー頑張れ。 ルルロロに関するカテゴリー、ありがとうございます。